新党改革の公約では脱原発を掲げるとともに代わりに各家庭に水素燃料電池を導入し電気を自給自足する社会を作るとしています経済政策についてはアベノミクス以外に国民の所得を良くする具体策を持ち合わせている政党はないとアベノミクスに賛同する姿勢を強調しました消費税増税までに構造改革を進めるべきだとしています 憲法改正については国民的合意形成の努力が大切だとして現段階では時期尚早と慎重な姿勢を打ち出しました。